男のロマンライブ、早すぎた企業スポンサードプロレス SW レースとは何だったのか。シリーズ後編では SW レース誕生の裏側からわずか2年2ヶ月で崩壊した要因について考察します。多くのプロレスファンがメガネスーパーを初めて認知したのは第二次 UWF のスポンサーとしてだったと思います。大会パンフの背表紙に全面広告が載り、 UWF 初の東京ドーム興行 U コスモスはメガネスーパープレゼンツの冠がついていました。このことから分かるように、メガネスーパーの当初のプロレス進出プランは UWF の丸が替えであったと思われるのですが、1990年12月、第二次 UWF は内部分裂で崩壊。田中社長の願いは叶わず、結果的に従来型のプロレス団体を自ら経営することとなりました。一説ではバブル期に株の売買で100億近い資金を得た田中社長が、税金に持っていかれるくらいならと起こした新規事業がプロレス団体経営であったとも。これはその後の大盤振る舞いを見れば納得感があります。そしてここで暗躍したのが若松一政でした。メガネスーパー田中社長と UWF の大会を観戦するなど実婚の中だった若松一政が、 SWS 旗揚げ前年の1989年、カルガリーでミスター人に新団体設立への協力を要請。その後アトランタで剣道長崎と WCW で活躍中だった新日本プロレス所属の武藤敬司も勧誘。その後フィラデルフィアとロングアイランドで WWF ドイツの CWA トーナメントを視察して11月に帰国しています。武藤は WCW から帰国した1990年3月、引退シリーズを控えた坂口誠二に挨拶をしに行った際、メガネスーパーから勧誘されたと明かし、坂口氏は猛然と飛竜。坂口は田中社長に直接電話で断りを入れ、結果として武藤は動きませんでした。これを裏付けるようにメガネスーパーの田中八郎社長は SWS 崩壊後に、最初の予定は武藤選手を誘って3年から5年かけていい選手を育てていくつもりだった。そしたら来ると思っていなかった天竜選手が取れてしまった。天竜選手が来たことにより5年も遊ばせることはできないので試合をしなくてはいけなくなった。さらに天竜選手が来たことでいろんな選手がついてきた。連れてきた以上ダメとは言えないし、当初考えていた構想とは違う方向に行ってしまったと明かしています。当時天竜は天竜同盟を解散し、今後の方向性に行き詰まりを感じていました。馬場からはあっさり本体に戻れと言われ、さらに契約更改でも期待した半分も増額されず、天竜革命効果でこれだけ大会場を超満員にして誰よりも体を張って団体に貢献してきたのに、それが全く評価されていない。天竜はそのことに失望するとともに苛立ちを覚えました。そんなタイミングで桜田経由で SWS から誘いの声がかかります。後に天竜はあの時自分が期待したのに少しは近い金額を提示されていたら、多分俺は S には行かなかった、馬場さんが意気に感じてくれなかったのが一番嫌だったと語っています。さらに天竜は馬場にメガネスーパーからの誘いを正直に話し、馬場さんからの了承の返事をもらうまでと SWS に移籍を待ってもらっていましたが、その間に馬場は他の選手に天竜はメガネスーパーに行くと話してしまい、それも天竜ははしごを外された気分だったといいます。結局天竜の固い意志を馬場が飲む形で全日本を辞めることが決まります。その後の会見で馬場は、将来は対抗戦をやりたい、褒めたわけじゃないから変なことを書かないでくれと言ってはいましたが、その直後からシュープロによる大バッシングが始まります。これはゴング氏への対抗手段として、この結果を逃さず馬場夫妻に近づいたシュープロターザン山本編集長の戦略だったのですが、馬場もそれに乗ったのは明らかです。天竜は言ってることとやってることが違うじゃないか、馬場さんというよりも男さんの意向かもしれないが、それを黙認した馬場さんも卑怯だよな、そんなこと書くなと言ってくれればそれで済むのにさと語っています。結局新日から実際に動いたのはジョージ高野と佐野直樹、一方全日からは歌舞伎、冬木、石川、高木、鶴見、北原、織原、八つ、高野修司、中野らが SWS に移籍しました。様々なルートで各自が考えなしに声をかけまくり、一貫したポリシーもなく、バラバラなメンツが我も我もと勝手についてきた状態。その多くは所属団体でストーリーラインに乗れず、何らかの不満を抱えたレスラーたちでした。そしてこの寄せ集めが後々様々な確執の原因となりました。
最初の衝突は天竜派が握るマッチメイクの主導権を握ってでした。初期のマッチメイクは歌舞伎が担当、観客の期待通り天竜を主役にしたカードを組むと反天竜派が不満を漏らします。そのため天竜はなんとなく遠慮したような雰囲気で、絶対的なエースとしてではなく気を使っている様子がうかがえました。これに全日本時代からの天竜支持層はモヤモヤした感情を描きます。 SWS の旗揚げ当時のプランは3部屋それぞれに専用道場を全国各地に建設して、人材育成と選手による社会奉仕の構想が練られていました。しかし結局新横浜の仮道場、その後に川崎百合ヶ丘に建設された本道場を使い回ししたため、各部屋は単なる派閥となっていきます。そして北尾事件の責任を取る形で歌舞伎がマッチメーカーから降りてからは、道場劇からやつ、パライストラからドン、荒川が補佐役的にマッチメイクに参画。しかしこのメンツでは混乱が増すばかりで、確執はさらに深まるばかりでした。もう一つの反天竜派の不満は、大金を払って提携した WWF に対してでした。旗揚げ当初は桜田ルートでジェフ・ジャレットらを招聘していましたが、天竜自らアメリカに渡り、当時 WWF のエージェントだった佐藤昭雄氏と提携をまとめます。デニッシュ出身の天竜は、いい外国人がいないと客が入らないという考え、メガネスーパーの田中社長も約8000万円の契約金を、そんなに高いお金じゃないと、この提携を認めます。事実、SWS がこの短期間に2度も東京ドームで興行できたのも WWF との提携があったおかげでした。しかし別に WWF と提携しても自らのギャラが下がるというわけでもないのに、反天竜派の主張は WWF のしょっぱい選手らに大金を払うからなら自分らにもっとよこせという主張だったようです。で逃げ場。天竜はオーナーの田中氏に一任され、社長として契約更改を行った際、ショック療法として一部の選手のギャラを下げ、頑張った選手を上げるという当たり前のことを実行しました。しかしそれが逆恨みを呼び、反天竜派の田中定一起訴事件が起こり、奴は記者会見で天竜体制を批判、完全に分裂状態となり、 SWS は崩壊しました。それでも選手たちはかつて所属していた団体よりは数倍のギャランティーをもらっており、おとなしくしていれば保証されていました。それでも結果的に団体が成り立たないほど揉めたのはギャラだけではなく、なんであいつの方がいい思いするんだ、俺の方があいつより上だなどだと、プロレスラーならではのメンツとジェラシーが渦巻いていたからでしょう。所属団体が同じであれば少なくとも年功序列が成立しますが、寄せ集めではそうはいきません。ただ単に強い弱いでは勝ちの決まらないプロレスラーの評価はマネジメントしづらいにも程があります。当然一般企業の論理として、ここまでしてやってるのにどこまでもキリがない、もう付き合いきれないとなったのが解散の決め手だったのでしょう。メガネスーパーが当時 SWS につぎ込んだ資金は60億とも99億とも200億とも言われます。一方2012年にブシロードが新日本プロレスを買収した際の金額は5億円、8億円の債務放棄や潜在的な売上成長の余地、長年新日が築き上げてきたブランドバリューやコンテンツ価値、そしてブシロード本業とのシナジーを考えれば激安と言われました。その後も本業のカードゲームでプロレスコンテンツが買収後1年目に3億円もの売上に迫り、何よりプロレスファンからの反応も好意的。以降ブシロードと新日本はウィンウィンの成果を上げ続けています。メガネスーパーとブシロードの違いは、ブシロードが団体を丸ごと買収したのに対し、メガネスーパーは既存団体からの引き抜きを行ったこと。こうした金の力に物を言わせた業界参入方法は、老舗の全日本、新日本ファンを敵に回し、反感を買いまくりました。そしてそれ以上に前日の育ちの異なる選手間の不仲が大問題。文字通り手がつけられない混乱状態に陥りました。当時メガネスーパー SWS の崩壊は、金の力でプロレスを壊そうとする侵略者、金に釣られて集まった理念なき寄せ集めのレスラーたちという、田山本を週刊プロレス編集長が強烈に印象付けたバッシングの影響が大きかったとされました。改めてこうして足取りを振り返ってみると、前者は明らかにミスリードですが、後者はまるっきりその通りなのです。1990年当時、新日本所属の橋本真也は週プロ市場で、プロレスにお金を出してくれる人を悪く書いたら、これからスポンサーになろうと思ってる人も逃げちゃいますよとコメントしていました。
また後年、ターザイモモツ氏は SWS をバッシングする見返りに馬場から金銭を受領していたこと、さらには SWS 崩壊後に今後週刊プロレス市場で実名を挙げてのバッシング活動を行わないという約束の見返りとして、田中社長から1年間にわたり月50万円以上を受け取っていたと暴露本で告白しています。それをさておき、 SWS を旗揚げしてからの天竜はいくら激しい試合をしても対立概念もなく、ストーリーも作れず、袋小路に入りつつあった全日本の後期と比べてもまるで自由でもなく気の毒な印象でした。そしてその時、プロレスというものは団体、上がるリング、そして指定関係や遺恨のあるライバルなど、いろんなものが混じって初めて面白いんだということを初めて理解した感じがしたものです。田中社長は経営者として立派な方だったと言います。自らの経営理念でプロレス団体を運営すれば成功するという称賛も大いにあったのでしょう。田中社長が旗揚げ当初、記者会見で語った、企業経営者の我々の目から見たらプロレス業界は企業努力が足りないという発言にそれが現れています。そしてエースとなった天竜もレスラーとして一流、ファンからの絶大な人気も支持もありました。さらには WWF との提携で外国人も豪華なメンツが揃っていました。それなのにこうなってしまうというのがプロレスというものの難しさなわけです。一方、田中社長がプロレスの仕組みを理解していなかった、周囲も教えなかったのが悪いという声も多いのですが、そんな田中社長に同情を禁じ得ないエピソードをいくつか紹介します。田中社長はプロアスリートであるプロレスラーはどんなにすごいトレーニングするんだろうと忙しい時間を割いて道場へ足を運んでみたら誰も道場に来ておらず、あぜ。そこで出血簿を作り、社長命令として道場に顔を出せと通知、練習メニューも作成してレスラーに練習を課してもなんだかんだ言って出てこない。そのくせ道場へ長距離電話をかけにやってくる連中がいて、電話代がものすごいことになり、道場での使用電話禁止令を出す羽目に。さらに勝ったレスラーに渡される勝利者ボーナスをプールして、負けたレスラーと折半していたことが田中社長にバレて大問題に、などなど。結局田中社長に対し、この人男に使用ではなく太い谷町としてしか見ていない選手だらけだったとしか思えません。天竜自身も設立記者会見の席上で居並ぶ選手たちの顔ぶれを見て、長くは持たないなと早くも感じていたと語っています。田中八郎メガネスーパー社長は1939年生まれ、1999年の SWS 旗揚げ時は51歳でした。田中社長は2010年12月71歳で亡くなりましたが、晩年もどこかのプロレス団体をバックアップしたいと語っていたそうです。当時ジャンボ鶴田と並ぶ2枚看板の天竜をはじめ、中堅選手とスタッフを多く引き抜かれた全日本プロレスは一時崩壊の噂まで流れました。しかし残留した三沢川田ら超世代軍の奮闘により、さらなる黄金時代を迎えました。ジャイアント馬場は1999年に亡くなるまで天竜ら離脱組を再び全日本のリングに上げることはありませんでしたが、 WAR 社長の武井氏は天竜の全日本参戦を幾度か交渉したことがあると言っています。馬場は全日本が困った時には頼むかもしれないけど今はいいよと答えていたそうで、完全な絶縁関係ではなかったと語っています。また天竜は SWS 在籍時に三沢にも声をかけたことがあると明かしています。天竜が今の給料の倍を出すと言ったところ、三沢は今の状態で満足ですよと返答。天竜は酒の席のことだからそのことは忘れてくれと三沢に告げたと言われています。さらに SWS は藤波辰巳の獲得も狙っていたことも明らかとなっています。藤波は当時腰に負傷を抱えていたことに加えて坂口新体制を支える気持ちが強く、移籍は実現しませんでした。SW 時代で唯一に近く嬉しかった出来事として天竜が挙げているのが盟友であるアシュラハラの復帰でした。1991年8月9日、横浜アリーナ SWS1 周年記念興行で流言法は2年9ヶ月ぶりに再結成。アシュラハラは1988年に多額の借金を理由に全日本から解雇されて以降、消息不明でした。二人が再会したのは1991年の7月。天竜はなあアシュラ、このまま埋もれるわけにはいかないよなと伝えると、数日してハラから出場を了承する電話があり、急遽 SWS 入団の運びになりました。天竜は矢面に立ってでも1周年記念の横浜には出ると決意を語ってくれた時には、一時は忘れていた何ば節みたいなものを思い出させてもらった気がしたよね。闘争心に火をつけられたと思ってるよ。
なかなか連絡がつかなかったし、アシュラ自身踏ん切りもつかなかっただろうけど、出てきてくれたことに感謝しているよと語り、原も、源ちゃんが今言ったけど何は武士、電磁時代に組んだ時からこの男ならと思って競い合いたい、そして最後は解釈してもらいたいというのが俺の考えだったから、本当は SWF が旗揚げした時だって飛んできたかった。自分の持っているスタイル、表現しようとしているものは他の場所では出せないとずっと思っていた。だから俺は自分の抱えた問題は自分の力でクリアして、その段階で源ちゃん頼むって言って、それでアシュラごめんって言われたら、その時はすっぱり諦めるつもりだったよと語っています。復活した流言法はタッグトーナメントに出場、初戦で剣道中崎、中野真一組に勝利。この復帰初戦で原は中野のドロップキックをもろに食らって、あわや3カウント戦闘不能になり、ブランクを感じさせましたが、持ち前のタフネスさで見事復活。準決勝で八つ白のナチュラルパワーズもなんとか下しますが、決勝でリージョンオブドゥームの前に完敗を喫しました。原は SWS 崩壊後、 WAR で新日本との対抗戦などで活躍した後、1994年に現役を引退。10月3日故郷長崎では天竜と最後の一騎打ちを行い、天竜のチョップ29発、ラリアット11発、パワーボム3発を浴びて撃沈。そして引退試合は10月29日後楽園ホール、流言法を再結成して冬木邪道組と対戦。その後行われたバトルロイヤルで最後に流言法が残り、原は天竜のラリアットを17発、パワーボム3発を食らい、現役生活を全うしました。試合後、天竜は会場にいた原の家族に向けてマイクで、長らくお借りいたしました、今日原をお返しします。アシュラ原は2015年4月28日雲仙市内の病院で肺炎のため68歳で逝去しました。2015年11月15日両国国技館の興行を最後に天竜源一郎が引退しました。その最後のリングにスポンサーとしてメガネスーパーの文字があると SNS をはじめネットで話題になりました。そして当日会場で販売されたパンフレットには、懐かしいティラノザウルスのロゴとともに天竜へのお疲れ様と感謝の文字が。送り主は元 SWS スタッフ関係者一同とありました。いかがだったでしょうか。今回は旗揚げ前から壮絶なバッシングの中、旗揚げしたもののわずか2年2ヶ月で崩壊してしまった SWS の歩みについて振り返ってみました。プロレス団体というのは金がなくても、そして金がありすぎてもダメという非常に難しいビジネスモデルだということがよくわかります。男のロマンライブは様々なジャンルのエポックメイキングな出来事を取り上げる番組です。毎週金曜日夜8時公開。チャンネル登録、高評価、コメントの方もどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。